インターリーグドジャースアストロズ2024年7月26日ヒューストンドジャースの大谷翔平投手30が26日日本時間27日敵地でのアストロズ戦に1番 DH で先発出場第1打席で二塁打を放つと第4打席でも安打を放ち2試合連続でマルチ安打をマークした 0対4で迎えた8回の第4打席。チームは好機を生かせず無得点に封じられていたが、大谷のバットがまたしても快音を響かせた。1ストライクから3番手右腕プレスリーの速球を捉えると、打球速度113.5マイル、約182.6キロの痛烈な打球は二遊間を抜けてあっという間に仲間に達した。 さらに西後に今季25個目の投塁となる二投に成功したが、パフェスは中飛に倒れて無得点に終わった。大谷は2021年の自己最多26投塁にあと1に迫った。第一打席から敵地ファンに大ブーイングで迎えられた。三塁側のプレートを踏むサワンバルデスの初球95.4マイル、153年5月キロのシンカーを仲間に弾き返すと、 快速を飛ばして一気に2塁へ到達したしたかしその後スミス T ヘルナンデスパフェスが打ち取られて虫二塁の先制期を生かせなかったこの日の試合に3番1塁で先発予定だった主砲フリーマンが三男巻マキシマス君3画角膜炎に感染してロサンゼルスに戻ったため試合前に緊急欠場することが決定 大谷にはフリーマンの穴を埋める活躍が期待されている25日のジャイアンツ戦では8回に今季31号となる右声ソロを放ち日米通算250号に到達ゴルフのサンドウェッジから放たれたかのような弾道は自己最高角度の46度でベデータサイトによればトロピカーナフィールドローンデポパークなら天井に直撃していた当たりだった2安打を放って打率 312はパドレス・アライスを抜いてナ・リーグトップに浮上本塁打打率でトップに立ち打点もブレーブス・オズナに6打点差と3冠王を狙える位置につけている。